勝村久志です。高校の高等学校の理科の教員です。結婚してすぐに妊娠が分かったので、その一人目の子供出産を楽しみにしていました。妻は出産の2週間前に病院で入院するように言われて、入院してから子宮口を柔らかくという説明だけで陣痛促進剤、いわゆる子宮収縮薬を投与されて、分娩を誘発されたということがありました。子供は多分ダメでしょうと、理由はわからないと、非常にきちんとした説明がなされてないということがありました。当時は計画分娩といってですね、全ての出産を知らない間に平日の昼間に誘導しているということが後で分かりました。子供は死んでしまったけれども、そのことでそれ以降の子供が死ななくなったと、子供に伝えることができたら自分の子供の命に意味を持たせることができると、今後同じようなことが起こらないようにしていくことが親に課せられた子供からの宿題だろうと思って、その子供の事故がきっかけになって病院が良くなった、日本の医療が良くなった。それまで日本の医療界は、パターナリズムというかですね、患者は病名さえ知らなくていい、薬名も知らなくていい、何も考えなくていい、受けた治療内容が分かる明細書が渡されるようにならなきゃいけないし、僕が患者代表の初めての委員となって、それを渡すようにするっていうことを僕は強く主張しました。患者が分かって初めてやっぱり意見が言えるわけなので、患者のための医療の本当にもスタートライン、最初に絶対必要なことだというふうに思っていました。産科医療保障制度は、2009年にできた制度で、何らかの出産時の医療事故で、重度の脳性麻痺になってしまった子ども、全ての重度の脳性麻痺の事例を原因分析し、それを再発防止に生かしていくということをシステムとしてやっていることです。最近は文部科学省との交渉を定期的にやり、昨年度から高等学校の公共という授業で全ての高校で薬害というものを学ぶということが位置づけられるようになった。今の子どもたちが被害者にも加害者にもならないように、きちっと子どもたちに情報を伝えていい医療になってもらうための次の時代をやっぱり作っていってほしい。